クリスマスローズ大好き、野々口実の園芸ノート。 皆様、こんにちは。クリスマスローズ大好き、野々口実の演の園芸ノートですえ。今日は5月25日ですね。今日はですねあの、夏の水やりについてお話ししようかなと思います。まあ、皆様、水やりっていうのはですね、どうされてるかちょっと分かりませんけれども、まあ、私が言う夏というのはですね、 日平均気温が20度を超えるつまり最高気温が25度を超えて夏日以上になるというような期間を夏と定義していますけれども東京なんかだともうすでに5月からですねちょこちょこと夏日を超えてましてですね 昨日あたりは、えー、最高気温がですね31度東京練馬ではですね、えー、31度と、まあ、それ以外のところでも結構気温が高くなってきて、まあ、夏日にはなってきたというような状況なんですけれども気温がですねやっぱり上がってくると、えー、蜂の水の乾きなんかは早くなりますから当然 水やりのの回数はおずとと増えてくるかと思いますね同じような環境に置いてたらですねうん増えてくると思います。まあ、場所を移動できる方は、まあ、5月中はある程度日当たりのいいところに出してたかもしれませんけれどもちょっと木陰になるような場所、えー、風通しのいい、えー、木陰に、ね、移動してあげるということができる方は、まあ、そうしていただくことによってですね そういうことによって水やりの頻度は調整することができるんですけれどもまあベランダでね栽培されている方も多いのでどうしても逃げ場がないよということになるとまあその釈をしてあげるとかですね、えー、何らかの形で少しでもその水持ちがいいような状態にしてあげるといいんですけれども。 かといって、ね、あまり水持ちが良すぎちゃうと根腐れとかですねそういったものにもつながるのでなかなか難しい部分はありますけれどもそれでえどういったタイミングに与えるかというと基本的にはですねあの水やりのまあ基本としてはですね朝与えると。で 夏場は特にです、ね、早朝をを与えるというふうふにお話っていうのはどんなタイミングかというと極端のこと極端というかねあの本質的にはまあ日の出とともにという話になるんですけれどもなかなか日の,日の出とともにですね水れできる方も少ないんで、えー、私の場合でもまあ6時ぐらいですかねあのちょっと遅いかもしれませんけれどもあの与えて。 いますえー、ただまあどうしてもねそういう時間帯でできない場合は夕方に与えるんですけども昔執筆した本にはですね「まあ、夕方与えますよ」と書いてるんですね実際最近はね朝与えろって言って早朝与えろって言ってるんですけども昔はね夕方でいいですよって書いてるんですけどもその20年前のですね気候とですねだいぶ違うわけなんですよ。 20年前はお稽古はやっぱり気温が、えー、夕方になってきて下がってくるわけですね。ところが最近はですね夕方になってもだからそういう意味だとだいぶそういう気候環境状況は変わってきているので、えー、まあ可能なら可能であればですねまあ装置を与えていただいた方がいいかなとは思います。 やっぱりあの夜間水,水,水分残ってるとですね、まあ、あの植物成長して土地をしやすくなったりする土地をして、まあまあ、弱くなるというようなことになるし水分が夜間ですね水分があって、えー、気温が高いとやっぱり根にダメージを与える可能性もあるので。 まあ本当は早朝になって、その日に使う水をしっかりと与えるという方が本当は安心かと思います。かといってね、遅い時間、午前中遅い時間になるとですね、日がもう強く当たってくるので、それはそれでまずいので、なるべく早い時間帯に与えていただければとは思います。で、与える場合もですね、うーん昔から まあずーっとまあ同じことを話してるんですけども鉢土の表面が乾いてきたら与えるという話を知っていますけれどもあのー、まあ人によってはですね例えば重さ水やりをしていた時と,、えー、っと乾いた時の重さの違いをえー ていてそれであ,のあげてくださいという話をされる場合もある,あるかと思います。まあ、これは別に倫理にかなっうことだと思いますけれども結構数栽培している人ですね私もそうなんですけれどもあの,蜂の種類も違うし陶器鉢もあるしプラスチック鉢もあるしでサイズも違うわけじゃないですか。この蜂はうーんこの蜂はななかなかこれ あの口で言うほど簡単じゃないかなというふうに私はちょっと思っています。まあそれやってらっしゃる方ももちろんいるのかもしれませんけど私はちょっとできないかなと思うんですね。だからどうしてもやっぱ鉢土の表面の状態を見てからという話になるんですけれどもただですね一、ね、個一個やっぱり限られた時間の中で鉢土の様子を見るっていうのも大変なので。 私の,あの放置栽培的なやり方としては何をしているかというとまあ自分のその置いている環境まあいろいろ A グループ B グループとか C グループとかですね置き場所がいろいろあるかと思います。そこでえっ、ー、と実際にどうしているかといいますとこんな感じですね。 例えばここの場所ですねこんな感じの場所に何株か置いてます。ちょっとそこここにねあの一株ちょっとなんか穴が開いてるやつありますけどこれはまあ人にお見せできないですねこれは早く行かないといけないやつなんですけどもなかなか一つ一つの鉢を除けない場合はですね 私がやっているのはさーっと見てですね、えー、葉っぱがへたってる水切れして葉っぱがへたっている株がないかということを見るのと同時にですね特にあのそのコーナーのです、ね、注目株っていうのを置いてるんですねこれが実際そうなんですけどもこの子ねやっぱり一番に乾いてくるので、えー この子がへたってきたら水やりのタイミングというような感じでやってますまあ忙しい中でですねパーッと見ておお葉っぱへたってないかな大丈夫かなあこいつこいつはどうかこいつまだ頑張ってんだともうちょっと大丈夫かなというような感じですねそういった見方をしますねはい。 ちょっと日当たりのところに出てきました。はい。はい、これあの三十五ミですね。たびたび動画でも出てきていますけれども。三十五ミです。ね、あの三十五ミって言ってるぐらいですから、かなり密に置いてるわけなんですけれども、えー。これはあの、あんまり褒められた置き方ではないということを前提にでお話ししてますね。 えー、それで35ツって言ってるんですけれどもやっぱり3つに置くと群、まあ、れやすいし病害虫の発生のもとになるということなんで本来はこういう置き方はまずいですよという話をしなくちゃいけないんですけれどもこの場所は結構ねあの風通しがいいのかですね結構これで頑張ってあまり病害虫の発生は今まであまりしたことがないということで栽培していますね。 まあ、ここの場合はですねえっ、ー、とさっきの指標となる株っていうのはですねこう言ってたんですよ私この株この子、はい、この子ですねトルカータスですねトルカータスなんですけど結構ですねへたりが早いんですねこう水切れしやすいっていうかそれで植え替えしたんですね 植え替えをしたんですがそれでもやっぱり水切れしやすいってことはやっぱりなんかこの株の特性なんでしょうかね。えー、ということもあってですねまあそれとあとここコーナーで一番日が当たるとこなんで、えー、そういう乾きやすさってもあるのかもしれませんけれどもこの子がへたってきたらちょっとやばいぞということで水やりするタイミングにしていますね。 そういうい感じですねまあといった感じでですねまあコーナーコーナーで指標となる株まあ経験的にですね水やりしていて、まあ、一番先にこう乾き始め巻き水切れしやすい株っていうのをチェックしながらですね水やりのタイミングを測ってるというのが私の まあ一つのやり方です、ねまあ、これがいいってわけじゃないですけどね。まあ、ある程度時間がない中でパーッと観察してやるのに一つ一つの株なかなか見てる時間がないのでさーっと葉の状況を見ながらそしてその最終的にはその主要となる株のですね、えー、様子を確認して意味でやりのタイミングを測っているというやり方をしています。 うんまあねいくらでも丁寧なやり方はもちろんあるかと思うんですけどなかなかこう家にいて面倒見る時間が私もないのでまあそういった形で見ているのがタイミングを測っているということになります。はい、で一番まずいのはまあ水やり定期便じゃないですけれども毎日せっせと。 土の乾きとか関係なくですね、毎日せっせと水やりする。これが一番まずいですね。やっぱり、あのー、ね、くどいようにお話ししてますけれども、クリスマスローズの背を押すの好きですと。背をするということで話聞くと、毎日水やりしてますという方がいらっしゃいます。これ一番本当にまずいパターンなんであの、もちろん水は必要ですよ。 水は必要だけれどもその必要以上にあげちゃうっていうことをしちゃうとまあ気温がこれから高くなります。はいまあもう高くなりますがもう高くなってます。はい。気温が高いプラス水分が過剰にあるという状態だと植物はカビ病。 灰色カビ病などのカビ病に罹患しやすくなるしさらに根腐れをするという現象に陥りやすいです。かといって水を与えなさすぎると今度は逆にですね水切れして歯にダメージを受けると歯焼したりとかでて、最終的に水枯れしちゃうとかですね いうことになりますので、まあ、両方多すぎてもダメだし、極端に少なすぎてもダメだしということなので、そのバランスを見てあげるっていうことが、まあ、水やり難しいっていうところのあのー、ポイントになります。まあ、水やり3年とか言いますけど、まあ3年でもなかなか難しいかもしれないですね。<laughs> まその中でですね、やっぱり植物を 面倒を見るっていうのは観察するとより観察することによって、えー、植物の状態を知ることができるし適切な水やりのタイミングも自分とわかってくるのかなと思いますかといってなかなかねやっぱり皆さん観察する時間が取る持てないかと思いますそういった場合は、まあ、私のあの手抜き園芸としてはですね指標となる株、まあ 本質的なは人人株一株の状態を観察してあげるっていうのは大事なんですけども結構たくさん持っててるよという方はやっぱり代表的な株を決めててですねこの子がちょっと枯れてきたそろそろかなというような形で、えー、水やりのタイミングを見てあげるということも一つの手かなというふうに思いまして皆様に今回ご紹介しました。 普段ねこんなことをあまりし話してなかったと思うんですけれどもまああのー、より実感してこういったやり方もあるよということを皆様にですね共有したいと思いましたはいあの皆様の中にはね私はこういうタイミングで上げてますよっていう方はですねありましたらあの概要欄にあち、ね、コメント欄にですねあの ご記入い,いただければ、その皆様の、うんえー。参考になるかと思います。うん、そうですね。それにしても暑いです。あの。夏風邪が引かれないようにしないし。まあ、気温差があるんでね。夏風邪とかかかりやすいかもしれません、ね。体調、十分気をつけながら。 植物の体調も見てあげてくださいそれでは次回の動画でまたお会いしましょうクリスマスローズ大好き野口実の園芸ノート皆さん励みになりますのでチャンネル登録高評価よろしくお願いいたします